は、コンゴ共和国の都市。1991年までは、ルボモという名だった。ニアリ地方の州都で、首都、ブラザビルと、ポアントノアールに次ぐ今後第3の都市である。2007年の人口は83,798人。海岸の熱帯雨林の東端に位置する。コンゴオセアン鉄道の中間地点、つまり首都、ブラザビルと、 港湾都市ポアントノワールの中間地点に位置し、また、近郊のモンベロからは、北のムビンダイと向かう支線が分岐する。そのため、この地方の交通、商業の中心となっている。また、木材の集散地であり、小規模な木材工業も立地する。ドリシー空港がある。ドリシーは、今後オセアン鉄道の開通とともに、町が開かれた。市名はこの地方の探検者である。 ピエールブラザ隊の注意であったアルベールドリシーに由来する。鉄道交通の要所としてドリシーの人口は増大し、1972年には人口2万人を要していた。1975年には市名をルボモへと変更し、やがてコンゴ共和国第3の都市へと成長していった。1990年代のコンゴ共和国内戦の際には、 周辺の農村の人々が難民としてドリシーへと流入し、人口がそれ以前に比べ大幅に増大した。ありがとうございます。